はい、どうもコミです。さて本日はラボさんというクランに来ております。三毛猫さんのアタックを見せてもらいに来たんですけども、今回ね、僕だいぶ苦戦しましたね、リーグ戦。今まで中華式練習したんだけど、なんか全回率がね、まだ仕上がりきってなくて上がんないからっていうんで、花火に戻したら、全然これがね、うまくいかなくって、もうね、星1序盤やっちゃうわ。ああ、きつかったっすね。まあ、そんな中、ツイッターでミケさんが、連続全開ですわ、みたいな感じで、こう、左内輪でいるから、もうマジかよと思って、まあ、そのね、コツを学びに、途中来させてもらったり、今回も来てます。はい。で、すごいね、面白い、その、ロジックで、編成組んでたんで、まあ、それを、今日はね、紹介したいというふうに思ってます。ちょっと喉の調子が悪いんで、咳したり、むせ込んだりしたらごめんなさい。許してくださいね。ですね、まずはまあまあ見てみましょうか。すげえでもね、ヤンキーなんですよ、この攻め方。マジでヤンキーで、僕、このスーパードラゴン7っていう、この数、初めて見ましたよね。もう、詰めるだけこいつ積んでこうみたいな感じです。で、ちょっとプランニングね、すべてに共通することを話しておくと、事前に。まず、キングとクイーンに関してはこいつらね、最後までクイーンを生かせられるルートっていうのを探します。多分ここは経験がある程度いりますね。で、援軍を釣っちゃうのはもう、ですね、もう最悪です。なので釣らないルートかつ最後まで生き残らせれるルート。例えば、こっちからキングクイーン出したとしましょうかね。そうすると、投石機とアーチャークイーンがあるんで、ここで、キングクイーンが撃たれちゃって、で、クイーンが途中で落ちちゃうっていうことがありますよね。だからそれダメだと。こっから、こう歩かせるルートっていうのもあるのかもしれない。そうすると、やっぱここにクロスボウが3機あって、おでん像もあるんで、この辺を歩いてる、まあ、どっちか歩いてもそうなんですけど、歩いてるうちに、おそらくクイーンがやられちゃうだろうと。であれば、ここの壁簡単に開けれるから開けて中に入れるルートを作ると投石機もロイヤルチャンピオンも倒せるから壁の中から撃たれ続けるっていう状況はないわけですよね。でかつ防衛援軍も釣らないということでこのルートを選んだときにじゃあこっからドラゴンを撃つしかないですよね。で、トルネットトラップとかはまあ怖いにせよ、まあ、最低限エアスイーパーは壊しておいてここですねライトニングで壊しておいてで一気にドラゴンプラザ花火を押し上げていこうというところなんですけども基本全部このプランでいきます、ミキさん。なんで、まず、この形を覚えておいてほしいんですが、で、サイドカット、この辺、なんか、ベビドラとかでやりたくなりません俺はなるんだけどね、ここは。スーパードラゴンでカットしていくんですよ。この3体のドラゴン、外周に流すこの贅沢さ。で、フォームしっかりかけていくんですが、まあ、中心部分にそれでもね、5体ドラゴンがこう入ってるんですよね。4体か入ってんのかな。だからまあ中に入ってるスパドラの活石には十分なわけですよ。で、中心部分でしっかり花火を打ち上げていてタウンホール壊し投石壊しクラウン城壊し相手のアーチャークイーンも壊す倒すさらに、イーグル砲にまで射程ダメージ入れてますよね。ババキンも倒しましたね。これだけの、まあ、仕事をやってくれるわけですよね。クローン2枚プラスインビジ2枚ですよ。これだけで。で残った呪文フリーズの呪文とかはちょっと言わなかったんだけどここどこにフリーズ打ったんですね、ことここに。で、アーチャークイーンがやられそうになって赤ゲージなんで、もうそいつらを守るためにフリーズはふんだんに使うのと、ロイヤルチャンピオン今ここにいますよね。ここにいますけど、こっからこう入ってきてるんですよね。これも同じです。ロイちゃんもフリーズも全部アーチャークイーンの延命だけに使ってます。これはね、カリーさんと僕とで、生放送でそのドラゴンの攻め方みたいなことを練習した動画があるんですけど、その中で、もうカリーさんが仕切りに行ってたんですよね。カリーさんって、2021年の日本一のプレイヤーです。で、その方が言ってたのは、とにかくドラゴン攻めをする場合には、アーチャークイーンを絶対最後まで生き残らせましょうと。もうそれだけに注力して、呪文もユニットも全部使っていく気持ちが大事です、みたいなことをおっしゃっていてね。で、その通り実践してるのがこれです。すごくない？この編成。パドラ7のさ、インビジ2のクローン2よ。なんか、まあ、最後にちょっとね、星1やっちゃったアタックも見てもらいたいと思ってるんですけど、僕、合計4本今日流しますが、リカバリーは多分ね、効かないと思うんですよ。やっちまったら、それまでだと思うんだけど、でも、突撃艦が届きさえして、罠に変に捕まりさえしなければ、めちゃくちゃ強えっていうのが、この、スパドラ花火の編成だと思います。次のアタックは流しながらミケさんに聞いたこの編成のね、まあ、由来じゃないんだけどなんでここに行き着いたのっていう話を、ね、聞いてみたんですけど
あとちなみにこれ序盤の入りとかみんなさっき言った通りね同じです。あのヒーローが生き残るクイーンとアーチャークイーンとキングでちゃんと外周カットしながらクイーンが最後まで生き残るルートですねを選んでいるっていうところですね。でそもそもなんで、インビジブルもっと踏まないのっていうところ聞いてみたんですけど、なんかねフリーズとインビジブル打ち間違えたりとかしたみたいですね何度かで、前回取れるところを逃しちゃったりとかしちゃったらしいので、そうなるぐらいであればもうインビジブルは花火に使う分だけ持っていって、こんな感じで、ね、インビジブルクローンレイジかけていきながらもう一枚クローンを重ねかけていって、もうこれだけでいいと。で残った呪文はインビジブルじゃなくフリーズにしておけば、まあ、割かし使い慣れているし、同じですね、ダメージを、減らすっていう効果なんだけど、インビジブルって。すごく雑にいってしまえば。なんだけど、まあ、フリーズの方が効果時間長いから、止める施設だったり、その場合によっては、インビジブルよりもいい仕事をしたりするんですよね。まあ、場合によりますから、本当にね。だけど。なので、こういう感じで対空砲とか、あと、なんだ、投石を同時に止めるような付け方もできるわけなんで、まあ、全然、じゃインビジブルじゃなきゃいけないっていう場合は必ずしもないんですよね。ということで、フリーズの呪文を間違えて使わないように、インビジブルをフリーズと間違えて使わないように、こんな編成にしてるっていうことですね。なんで、もう、花火パートに関してはゴリゴリです。インビジブル2枚でゴリゴリ押していくってパターンですね。割となんかミケさんってこう、なんていうの、緻密に考えて攻めるプレイヤーだっていうの気もしたんだけど、なんかしばらくちょっとね、攻め見てなかったんだけど、すげえおせおせな編成やる方に変わっていた気がしますね。いやでも強いからいいんだけどね、普通にめっちゃ強いから。さあ、もう一本見ていきましょうかね。これかな、違うな、これだ。はい。で僕だったらこういうところってなんかその、ロケットバルーンとか使ったりするんですよ。使ったりして、で今回ねこの面から行くんですよ。キングクイーンこっちで、でこの面からドラゴンなんですけど、ロケバル使ってこういうとこカットしてとかするんですよね。でそういう風な方法っていうのもまあいいと思うんですよ。こうカットするみたいな、こういうパターン。でもそうするとこっから出したドラゴンがこういう風に動いちゃうんですよ。こういう風にで、こういう風に動いちゃってこの部分に行っちゃうぐらいだったら、初めからここにスーパードラゴン入れちゃって、ここにね入れちゃって、でこっちもキングクイーンでカットさせて、ドラゴンたちをこう面で押し上げていく、こういう風に面で押し上げていくっていうパターンに持ち込んだ方が、むしろ、中央部分にしっかりドラゴンが 1,2 体は届いてくれるから、真ん中きっちりえぐれるんですよね。っていうところでいくと、このドラゴン面出しすごく合理的で、ほら一体これスーパードラゴンがもう、頭部の外にはみ出しちゃってるじゃないですか。でもこれ全然気にしないんですよね。スーパードラって今のこの環境下において別に、頭部がなくても多少仕事するんですよ。外周この辺のドラゴンなんてもうこれ見ての通りですよね。ゴリ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 アチャ塔のダメージに耐えながら前進していってくれてる。でこれがあるからこっち側に逸れるリスクが減っていって、ドラゴン中央部分に集まっていくんですね、こういう風に。で、まあ、僕が失敗していた一番のパターンっていうのは、ここなんです、実は。この部分に、ドラゴンを密集させて、頭部の中に全部入れようとしたんです。これって実は、今年の頭ぐらいかな、に、ドラゴンライダーが出てきた時って、広めに出して全部頭部に入れないパターンっていうのが逆に僕は強かったって言って、前にも紹介してるんですけど、ドラゴンライダーの射程が短くなったことがあるんですね。途中で。今もまあ短いんですけど。で、その変化が起こった時に、広めに出しちゃうと今までみたいに両サイドが伸びないってことが起こったんですよ。なんで僕は狭く出す方に自分のドラゴンの出し方を修正したんですけど、今度改めてスパドラが出たことによって広く出す形の方がまた強くなったんですね。なんでこのミケさんみたいにもう外周もカットも全部スパドラでするぐらいの広い面全部トームに入れるってことにこだわらないような出し方っていうのが、むしろ今は簡単でかつ合理的に強いんですよね。これね、おそらく皆さんが思っているその常識から少し外れると思います。結構ね、やっぱみんなトームの中に入れる距離から出すのが強いですって言ってる人がすごく多いんですよ。僕もそう思ってました。だけど今回のミキさんのこれを見て自分も試してみて改めて感じたのは、スパドラのスペックはそんなもんじゃねえそんなもんじゃねえ、 こいつらやれるんすよ、マジでやれるんすよ。だから広く出しちゃって、むしろもうトームいらないからもう短期で火力が薄い両サイドぐらいのところをゴリ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 押していく、
で、まあ、そこにシングルとかあった場合にはフリーズ1本ポンと投げてあげれば、もうスケトラとかあっても全然もうスパドラ関係ないですから、ゴンゴンいっちゃうんでね、広めに出してちょっと火力高かったらフリーズ1枚そこに割いてあげるぐらいの気持ちで、もうトームにこだわらない使い方っていうのがめちゃくちゃいいと思います。それね、ぜひ試してみてほしいですね僕。まあ、とはいえね、とはいえこういうこともあるよっていうのが最後のこれですけど、ミゲさん的にはこれを一番紹介してほしかったですね。そんな謙虚さもあるミケネコさんということで、あのね、これもね、まあ多分なんとかなったと思うのよ、インビジブルがもう一枚ぐらいあったら。けどインビジブル2枚しかないからどうもなんなかったっていうパターンですね、これは。だってもうヤンキーだもん、この呪文編成だいぶ超ヤンキーだからさ。さあ、こんな形で攻めていきます。まずは、ドラゴンたちを、出していくんですけども、これね、ライトニングドラゴンに、1体ここにいますね。こいつにトームがかかってませんので、まあそれでちょっと途中で落ちてしまえばするんですけど、その代わりヒーローがそこに入っていくから問題なしと。で、突撃艦ね、これ、はい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 、届いた風に見えたんだけど、トルネがここにあって、トルネードのせいでインビジの外に出ちゃったんですね。で、インビジブルがもう2枚しかないから、ここをもうサポートに入れるインビジブルっていうか、その、なんていうのかな、リカバリのインビジブルがなくって、全部やれちゃったっていうね、パターンです。で、こうなってくると、まあ、スーパーガーゴイルの延命ができないっていうことも、まあ、1個あるんだけど、途中でインビジブル打つのやめて、ロイヤルチャンピオンで3ホール取ろうっていう手もあるんですね。これがもしももう1枚レイジがあって、インビジブルが2枚ぐらい残ってたら、まあ、つまりクローン1枚パターンですよね。にしていたら結構違ったと思うんですよ。このリガバリがここから効いたと思うんだけど、まあ、それ、すいません。それがね、効かないっていうのが今のね、この編成のこのヤンキーな部分ですよね。万が一行っちまったら、万が一スパカゴ行っちまったらタンホール取れるユニットいねえみたいな。そういうね、パターンなんだけど、でもそれでもね、この破壊力があるんだったらワンチャン試してもいいかなっていう気はしますね。トルネードに捕まっちゃった場合にはもうあえてインビジブルかけずにスパガゴ捨てるとかいう判断をすればいいのかもしれない。今回ちょっともうインビジブル打っちゃったからどうもなんなかったですね。もうインビジブルすぐに諦めて、トルネがね、序盤にやってこういうとこでこういうど真ん中とかでこう捕まっちゃったら諦めて、でロイちゃんにそれを回すみたいなパターンをすれば、おそらく星にはそれでもちゃんとリカバリーとして取れる、編成にはギリギリなってると思うんで、これね、ドラゴン編成で苦戦してますとか、花火がうまく使えませんとか、あと、難しいテクニックをする戦術はちょっと無理ですっていう方にとってはすごくね、朗報な、なんていうのかな、編成だと思います。ミケさん、本当ミスをする要素をもう極力減らして、削りに削って行き着いたこの編成なんで、まあ、ポイントとしては、呪文に関して、まあ、これは、まあ、別にこうじゃなくてもいいと思うんだけど、ミケさんの場合は、呪文のミスタップをなくすためにもうインビジブルは、2枚と必要最低限積むんで、2枚あればクローン2枚使って、スパカゴンが壊すエリアってのは大体壊せるんで、まあ、3枚以上は保険みたいなもんですよね。だから実際のところ。そうじゃなくても、もうスパカゴは、もうちゃんと壊すべきところを壊してくれるギリギリのインビジの枚数の2枚。で、ここに制限しちゃって、で、あとフリーズ。キングクイーンは、しっかりクイーンが最後まで生きるルートを歩かせる。フリーズはクイーンの延命。ロイヤルチャンピオンもクイーンの延命で、クイーンの前に立つように、中盤から後半にかけて投入していく。で、ドラゴンに関しては、無駄なバルーンでのホーミングチェックとか、あとはロケバル使ったサイドカットとかそういうのしない、もう一気にメンデとバット出して、ドラゴンのサイドカットもスパドラでやらせるみたいな感じ、スパドラのサイドカットはスパドラでやる、メンデをしていくみたいなね、このパターンですね。ぜひすごくシンプルかつ強いので、僕もやってみて意外に安定感がありました。なのでね、皆さんもぜひ試してみてもらえたらというふうに思います。はい、ということでですね、本日はミゲネコさんの花火を復習させてもらいました。どうだったでしょうか。こんな感じで僕のチャンネル、クラン対戦の解説の動画中心にやってます。3ホール13、14。最近はメインでやってますけども、この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、この辺で動画を終わりにしたいというふうに思います。本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。